エイ。なんだい？僕は神になることを捨て、ビジョンの力を失った。でも君は、未来が決まったものでないことは、君自身がよく知っているはずだ。もし僕が今、君たちの未来の姿を告げたとして、それは一つの可能性。おぼろな姿でしかない。姿に形を与えるのは、君たちの意志だ。それが未来なんだよ、シュルク。そうだったね。年は取りたくないな。つい臆病になる。それでちょうどいいもん。脇目も振らずに突っ走るのは若いもんに任せとけばいいもん。言うねえ、リク。ってのは師匠の受け売りも。師匠か。そういうやつにこれを渡せって言われたもん。それはみんながここにいるもん。シュルクの底にもいるもん。僕たちは一人じゃない。うん。なあ、エイ。俺は今、お前をすげえ疑ってる。だから話せ。本当は何があった？シティで、お前がアルファの分身ってんなら見たんだろ。知ってるんだろ。僕は話さない。なんでだ？それは、N から君自身が聞くべきことだからだ。俺が？そして判断するんだ。何をすべきかを。誰を救うべきかを。その答えの先に、ナエルはいる。名前。ん？
本物なのか。始まりのものという意味がある。この世界で僕とアルファだけが持つことができる。